さあさあ、はい、夕方ですがモーニング夕方普通はもう今グッドアフタヌーンの時間なんですが、ね、グッドモーニング、うん、一体どういうことなのか、うん、今ここ歩いているのはもう名古屋の駅前でございますね。すごいビルなんだ、はい、これはあのモード学園スパイラルタワーモード学園なの、はい、これということですね。おしゃれな入りたいなということですが入学したいよ。あモード学園モード学ぶモード学びたい。あ見てください、はい、あそこリオンって書いてますね。あそこが夕方だけどモーニングモーニング喫茶リオン。下の看板黄色いの見えますか。黄色いの、はい、カップルでカップルのよく。あモーニングサービスは月って書いてあるね。月って書いてあるその1日中それ1日中モーニングサービス1日中モーニングなの、はい、旧中山道ではございません。旧中山道1日中山に山道ありましたね。お、見えてきましたね。ほら、モーニング喫茶リオン。これは楽しいね。でも、ね、夕方モーニング。夕方なのにモーニング。すみません。リオン。一日中モーニングサービス付き。本当だ。こういうことでございます。結構古いんですかこの店。もうね、なんと26年。26年やっておりまして、一日中モーニング。行きましょう。フルタイムモーニング喫茶。そうです。フルタイムです。そのまま行っちゃいます。どうぞどうぞ。お邪魔します。ああどうも。お邪魔いたします。はじめまして太田と申します。すみません。よろしくお願いいたします。お願いします。夕方ですけど。よろしいですか夕方だけど。一日中つきますから。一日中、はい、モーニングなんですか、はい、ここは、はい。モーニングじゃないでしょだって。ですね。今ね。アフタヌーンですけど。アフタヌーン。モーニングです。モーニング。ああそうなんだ。もう誰が何と言うか。頑固親父なんです。ね頑固親父。じゃあ朝俺が朝っつったら朝なんだよ、ね、ねそういうことだよね。すごい誘拐してきたの、うん、これは誘拐違います。娘さんでしょきっと。旦那らしい旦那おじさんについてね。シンプルに飲み物だけを楽しんでます。こんなに全国的な店だとは知らなかった ね。つまり東京からとか全国から来られて、いやここを目指してね。だから旅行で初日に昼ついてもモーニングやってるけどありがたいでしょうね。そうだ ね遠くから来た人もだから名古屋来て名古屋今日初めてですっていう人いたけど、はいね、それで名古屋で初めて食うのがモーニングモーニングなんだ。手羽先でも ね味噌カツでもなく、ね、モーニングだ。朝か昼に着いたらモーニングですね。ググ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 グそこまでやることないよね。本当にもうちょっと5種類出てきました。気になったのは何ですか。いややっぱりでも僕は小倉でいきます。やっぱり名古屋的な小倉さんのその頭の具合が気になりますね。それはそういうことやなくておざんすおざんすおもとつーのおもとつ小倉さんの、で僕はピーナッツクリームあれ気になったんですよね。あー美味しそうだったね。5種類ですか。え河合さんいらっしゃる。まもなく。あ、なんか出してくれんねや。いや、嬉しいね。今夕方なんです。ね、モーニング。だって毎朝っていうか8時ずっとあの行列でしょ。ね。40人。で今日はだから僕ら今到着した4時半です。これだから特別に開けていただいてるんですね。あ、お門は閉まってんの。本来閉まってる。